いらっしゃいませ。本日のメニューです。いやいや寒いですね。え、喫茶プチプリス、メニュー。あ、全然あったかいものあるじゃん、あったかいもの。待って待って待って、お茶飲んじゃん。お茶あるよ、これ暑いじゃん。これもこれ暑いよ、これは暑い。これもう暑いでしょ。暑すぎ、毎日暑いもん。じゃあこれまず頼むとして、木野さんの演出。演出ね。まあね、あの多分今日の今回の放送で、1個前の放送で小沢と大久保のペアをやってくれた、うん、あの月影先生の、うん、まさに肉体的な縛られた、縛られて、鉄アレ持たされて、鉄アレ持たされて、知るかと思ったね。引っ張ってたもんね、紐もね。最初引っ張ってた。あともうかかしのに立ってんだよ。だん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 もうブワーってなんだけど、あれすごいね。あれやばいよ。あ、まあ初めてやったけど、うん、まあなんだろう、ああいうさ、こう負荷をかけるっていうのをちょっと忘れてた感があるし、確かに負荷をかけてやられるっていうのは初めてだし、でもそれでやっぱ見えることっていっぱいあるから、ね、うん、それは本当すごいなって思う。だからああいうさ、こうちょっとしたさ、殺伐としたチョイスがさ衣装にも出てんだよね。あ、衣装も出てる。あ、ちょっとオタクの衣装はすごいね。私のはね、本当に、え、これで舞台に立っていいのって思うの、自分で。相当いいよ。本当に？本当に大丈夫。私家でも多分やってない、あれは。いや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 、もうね、あのチョイスは素晴らしいと思う。まあ、まあ人のことも言えませんけどね。人のこと言えないよね。私もまあ、ああなんか思いますけど。あれでだって役作り変わったでしょ。はい、はっきり変えました。でしょ。はい、あの中学校4年、中2ぐらいに戻ったね。あれ中2だったの。あれ中2。あ、そうなんだ、うん、中2の時あれぐらい。まあ、なんかもうバシ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 。本当にいいのかと思ったけどね。まあ、そんな木野さんの演出からそうだね。じゃ次のね、スペシャルメニュー。なんだ、まあさ、そういうほら、さっきの木野さんの演出じゃないけどさ、ちょっと忘れかけてるんだ、そういう負荷をかけるとか。ああ、そうね、星の王子様っていうテーマですよ。あ、出た。これだから、ここがそういうことじゃん。そうだよね。ちょっとでっかくなっちゃって、忘れかけてしまったものがあるんじゃない、みんなみたいな。そういうところって、なんかあります？あれでしょ、星の王子様の中で出てくるセリフで、肝心なものは目に見えないっていうね。そう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 、これだよね、まさしく。そういうこと。肝心なもの、大人になって忘れてるもの、これあるんだよ。何何？俺ね、あ、あれだ、お菓子。お菓子？まあ今でも食べるんだけど、うん、昔はさ、グミとかさ、うん、色がついてたの俺やたら食ってた。あ、食べてた。あれなんで食べてるのか今全然わかんないよね。食べてた。昔なんであれ食べてたんだろう。なんかねるねるねるねとかさ、ああいう遊び菓子。うんうんうん。親はけん、けげんな顔してね、見てましたよ。あ、なんで食べたんだろうね。食べてたね。チューペットとかさ。そう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 。僕食べてた。食べてた食べてた。おかげでこんなになりましたみたいな。そういうのない？あれなんで食べたんだろうなとかさ。なんで食べてたんだろうな。なんだろうな。あ、なんかあのイカそうめんみたいなの。ちょっと待ってちょっと待って。おかしい。それはつまみ。え？さあ、私子供の頃につまみを食べてたの。は？うん。でも大人になって食べてないのそれは。あ、じゃあおかげでそんなになりましたね。なるほどね。へえ。で他にさ自分の中のそういうのないの？なんだろうな、自分の中ででしょ。なんか最近、あれ昔なんでやってたんだろう、こんなこと。ない。全然思いつかないんだよね。それすらもう多分忘れ、大人になって忘れてんだと思う。おー、そういうこと。じゃあね、じゃあ昔からずっとやってること。昔からずっとやってることは、恋とかやめてね。恋はだっていつでもやるでしょ。やるね。やるでしょ。何歳からしてた。初恋？初恋はね、小学校2年生。遅いね。え、ほんと？遅い遅い。嘘、あ、男の人の方が遅くない？いやいや、だって俺5歳ぐらいからね、保育園の先生好きだった。やっぱ保育園の先生なの？保育園の先生大好きだったの。そう、男性ってやっぱ保育園の先生好きになるよね。そう、でさ、あの頃はさ、うん、あの怪我するとさ、先生がさ、唾つけんだよ。あー、つけるつけるつける。ちょっとどっかな、ちょっと生々しいから。ね、まあなかなか結局大人になるとはいろいろ忘れてしまって出ないと。出ない、忘れすぎて多分。まあこの稽古を通して何か思い出すと。そうだね、思い出したらいいな。ぜひね、見に来てくるお客さんも何か思い出して、思い出してくれたらくれたらね、ちょっと面白いかなと。まあ4月5日、これはあと2週間後ぐらい、2週間後かな。まあでもこれがまあ放送というか YouTube で出るとまああと1週間後になってます。ああ、そうかもしれない。どうなってんでしょうね。どうなってんだろうね。そりゃ変わってないとね、ダメだよこの段階から。はい、なんか激飛ばされましたけど私。ということで、4月5日から4月15日、新宿シアターモリエルでお待ちしております。
あ、ごちそうさまでした。あ、ありがとうございました。飲みます。